キチャンネルジョン。こんにちは。さあもう開幕してます、プロ野球。はい、この動画が出てる時には、うん、ね、どうですか皆さん、はい、カープいい感じでいってますかみたいなね。オリックスヤクルト今日は、はい、だからまあ3連覇に向けてね、うん、いいスタート切ってんのかって話だけど、はい、まあ、オリックスが3連覇するために必要な条件は、うん、はい、まあ、吉田がいなくなった、まあ、穴をどう埋めるかで考えると、うん、杉本雄太郎のタイトル必要です、はい、うん、ホームラン王か打点王、うん、どっちかの、まあ、昨年ねちょっと成績をホームラン15本、うん、打点51とね、うん、ちょっと去年成績落としちゃったから、はい、だからそこら辺はやっぱ復活しないと吉田の穴を埋めれないね、うん、あと森、はい、打率3割おできればいけんじゃん、もう打線は。なんか中川とかも状態良さそうだしね。うん、これゴンザレスとかどうなん、ゴンザレス。新外国人。うん、ゴンザレス、シュインデルどうなん。毎年恒例の匂いがしますね。恒例の匂い、どう、大活躍の匂い。ダメなん。ダメと言ってんすよ。俺ちょっと見てないからさ。うん、オープンする。でもゴンザレス、シュインデル。うん、あんまりな。難しいですね。難しい。どうするこの動画が出た時にめっちゃ打ってたら。言われるか。でもオープン戦でこうオープン戦めっちゃ調子悪くてもさ、すごいね、シーズン入ったら活躍する人もいれば、オープン戦首位打者なのにみたいな人もいるので、うん、でね、オープン戦全く打てなくて本当に全く打てなかったやつもいるし、人それぞれってことですね。そうそうそう。でピッチャーは、はい、山崎俊平だと山岡が10勝したら勝てると思う。山下俊平だ、うん、2人で10勝ずつ。うんうん、でそしたらだってここ2人10勝、うん、で宮城はまあ10勝するでしょ、うん、で山本が15勝ぐらいしたら、うん、もう4人で60勝ぐらいするから、うん、だから山本元気で1年じゃない、うん、これ大事だね、うん、オリックスめっちゃ山がつく人多いですね、うん、じゃあ全員言ってみて、はい、山本由伸でしょ、うん、宮城くんでしょ、山下俊平太、うん、宮城のどこに山がつくの。あ、宮城くん山ついてなかった、間違えた。山本投手でしょ、うん、で山岡投手、うん、で山下俊平太投手、うんうん、で山崎幸也投手、うん、山崎総一郎投手、うん、あ、これ野手もありですか。うんうん、ピッチャーだ。ピッチャーで山田。あと一人いる。あと一人、え、あともう一人誰ですか。平田投手しか出てこない。先生言っていいよ。わかんないですね。富山だよ。あ、なんだ、山なんとか考えてたよ。だって山がつくから。あ、そっか、そういうこと。富山投手ね、怪我でね、うん、そうそう、育成になってるから、はい、うん、まあ、こんな感じだね、オリックスはね、本当に山多い、うん、で、ヤクルト、はい、ヤクルトはもう絶対やらなきゃいけないのは村上元気で1年、はい、で、山田の3割、うん、これでもう優勝できるやろですか、うん、で、まあ、まあ長岡がベストナイン取ったらもう 100% だね。うん、このプラスアルファね。そうですね。でピッチャーは高橋奎二の10勝、うん、で吉村の10勝ができ、うんうん、もうこれでいけんじゃん。もうルーキーにそこまでもう10勝という。だって他がいないからね、先発で。やっぱヤクルトって先発が一番ちょっとこう薄くはありますもんね。うん、で岡田なんてもう10勝絶対しなきゃいけないからね。うん、普通に考えてね。まあ、でも去年いなかった分、岡投手プラスになると思う。だからそうなると、岡は高橋奎二、吉村です、うん、3人が10勝以上できたら、うん、でかいからね。で、村上が元気1年と、うん、山田3割、うん。山田3割も最近あんま打ってないからね。うん、これ3割打てれば、もう一気に爆発力もしね。でまた小川投手もいますしね。まあ、小川はもう10勝勝ってくれなきゃ困るからね。うん、柱として。うん、まあ、そんな感じかな、ヤクルトはね。まあ、それができたら楽勝でいけちゃう。で、まあ、あとはあの吉村が25歳になってたっていうね、うん、ところで俺のネクストブレイク選手に吉村が、はい、あのもう年俸の上限が0円になっちゃったっていうね、うん、はい、ちょっと最大のミスやなあれは、うん、まあまだネクストブレイク選手は上限少ないから痛出ないけど、うん、ちょっと痛いよな。痛いですね。うん、まあ、そうですね。100万でも上がる選手言いときなかったよな、うん、ネクストブレイクはそんなに大幅にアップする方っていないから、うん、あの積み重ね大事ですからね、うんうん、まあでもそこら辺だね、うん、もう本当上に行けば行こうということなくなるよね。そうですね、うん、だって強いのにな、うん、ハムと中日時が一番言ったなすごい、もうめちゃめちゃ上げてましたからね、うん、でもどうなんやろな、もう開幕してるからな。え、先生優勝どこだったっけ、セ・リーグは。セリーグですか、うん、よし
あ、一緒一緒、うん、広島にしたの1位広島にしました。あ、そうなんだ、うん、はい、広島ないですか、ないですか、え、6位にしました。おです、うん、まあ、言うて予想ですから。そうですね、そうです、そうです、そうそうそう、上から並べただけですから、うん、はい、上から並べて、あの、出てこなかったでしょ、カープが名前が。だから、あの、上から並べてどこが強いかなと思った時に、まあ、6番目になっちゃった。1位に限りなく近い6位なんですよ。でも6位なんでしょ。そうそうそう、1位に限りなく6位なんですよ。横一線ですよね。そうそうそう、もう本当は気持ちは横一線ですよ。そうなの、うん、これ、あの、今言ってるセリフ全部佐藤さんが以前言ってた言葉ですから。はい、いや、そんと別に、あの、だから俺言ったのよ、うん、競馬の予想ってさ、あの、レースの前にさ、文句言われるやついないじゃん、うん、終わっても別にさ、いや、やっぱりおまわは合わなかったねみたいなさ、うん、とかさ、なんか、あの、ちょっとペースが早すぎたよねとか遅すぎたよねとかって言い訳ばっかりぶっこいてさ、誰も批判されないじゃん、うん、あっちお金かかってんだよ、バケって、うん、プロ野球の予想って金もかかってないんだよ、うん、で、始まってもないんだよ、終わって文句言われるんだったら分かるよ、なんで終わってもないのに文句言われなきゃいけないんだよっていう思わへん。確かに、うん、ぶっちゃけ、うん、競馬の予想で、だってレース始まる前に文句言われてる予想の人とかあんま見たことないよ、うん、何も分かってねえなお前、そんなやつ一番人気にしてみたいな、うん、とか言われないじゃん、うん、いや、調子良かったし、ありえんのかな、ちょっと参考にしようかなみたいな、俺の馬券にもみたいな、みんな言うくせにさ、なんで俺らって始まってもないのに文句言われなきゃいけない、おかしいやろ。死ぬほど言われますからね、始まってもないのにだよ。競馬とかね、ボートレースとかの予想の人とかさ、文句言われて、そんな、なんか俺のお金どうしてくれるんだってね、って言ってる人、うん、で、最後はなんか自分の責任ですみたいな感じで文句言われないのにさ、なんで俺は文句言われなきゃいけないの、おかしいやろ。確かに、お金もかかってないように、うん、誰を不幸、なんか迷惑かけたかっていう、それよっぽど公営ギャンブルの予想してる方が多大なる迷惑かけてると思うよ、うん、そうですね、うん、だってお金かかってるから、リアルなところにね、うん、お前の予想信用したのにお前全然来へんじゃないかみたいな、うん、で、最後やんねやろ、あの、最後の決断は個人の判断ですとか言われるわけやろ、うん、はい、俺ら別に何の金もかかってないのにさ、なんで僕が言われ、なんかわけわからんことばっかり言われなきゃいけない、おかしいやん、うん、そうですね、うん、っていうことが最近言いたかっただけです、はい、私も結構、あの、再開予想するなんて嫌いってめっちゃ言われましたから、だから言うたったらいいじゃん、私もお前のこと嫌いじゃん。そういうこと言ってくる人はね、うん、もう私も好きじゃないですよ、僕は思いますよ、みんな楽しく野球見ましょうよ、うん、ほんと、始まってもね、文句言われる筋合いないよな、おかしいよな。もうそれだったらもうちょっと競馬の予想してる人とか文句言われてる。言ってる人もいるかもしれないですよね。いやいや、圧倒的少ない。そうです。はい、出した。